ポールポジション、言わずと知れました山本雅弘選手。そして2番手、原敦史選手。3番手、前住久美選手。4番手、加藤隆選手。5番手、小矢津正幸選手。6番手、おい、俺だ、さっきの順位、俺だ、俺だ、ごめん、4番手、5番手、中林豊光選手。ごめん。そうだよ、6番手、小矢津正幸選手。7番手、吉岡大輔選手。8番手、高木聡選手。9番手、甲賀雅也選手。10番手、古橋明選手。以上の10選手で争われます。はい。グレート歌舞伎みたいだな。はい。それでは大変お待たせいたしました、決勝 A メイン第2ラウンドをスタートしたいと思います。先ほどと同じようだ。G メイン決勝の選手の方、15秒に破れてますね。レッドラップは15秒90、前組選手も16秒フラット、加藤選手も16秒フラット。とても8分間走るようなペースとは思えませんが、もっとちょっと原選手、前組の方が、注目は2位争いです。前組選手と加藤選手、かなり激しいバトル。少し原選手が抜けた展開で、前組選手、加藤選手が決めついています。時間の方は2分20秒を経過しています。若干ですが、
前杉選手と佐藤選手の差が開いています。しかし3台の差は1秒の中にあります。まだまだ予断を許しません。ペースを上げすぎると当然最後苦しくなりますので、そこら辺の駆け引きは難しい。残り5分。さあ原選手と前杉選手の差はコンマ5秒。これは何秒差か、コンマ4秒差。加藤選手がちょっと遅れ始めました。残り4分。上位3台は16秒台中盤での争い。また後ろまで来ました。渦巻きで入るか内側にと言いが決められています。最終コーナー勝負か。激しいテールスローズ。残り時間1分20秒。さあここで前出るか、外から行った。さあ前にバックマーカーが見始めました。トップの2台。残り時間1分を切りました。残り時間が40秒。あと3周の勝負か。
30秒切りました。このペースでいくともう1回いきます。もう2周あります。残り15秒。さあここでインに入れるか。ここで前に出た前に選手。何が起こったんでしょうか。見えませんでした。ここで前に出たのは前に選手。両者かなり激だれしてますが、このまま前に選手がトップゴール。おー、第2ラウンドは前に選手が取りました。決まりました。さあ勝負の行方は第3ラウンドに持ち越されました。もう一回デラかっこよかった。見たよ。印刷を開始します。